では奴らは明日にでも仕掛けてくる気配があるというのか。奴らの陣営の様子から察するにほぼ間違いはないかと。こちらの準備はどうなっている。いつでも戦えます。そうか、俺はしばらく席を外す。もしその間に奴らが攻め寄せてきたとして慌てるな。俺の指示した通りにし、俺の指示を守ってさえいれば破れるようなことはないだろう。できる限り早く戻る。それまでこの要塞を決して敵の手に渡してはならぬ。そのことを肝に銘じておけ。かしこまりました。下がれ。
少し詳しく説明してくれよ。そんな暇ないんだってば。要塞など至るところに仕掛けがありました。爆薬や魔法の次元トラップがそこら中にあるんだってば。早く逃げないと要塞と一緒にみんなペシャンコになっちゃうの。それでもいいっていうなら止めないけどさ。このことは要塞内に突入している兵には伝えているのか。今大急ぎで伝令を走り回らせているところ。ですから皆様もお急ぎください。まんまとおびき出されたってわけか。道理で簡単に入ることができたわけだ。こんなにでかい獲物を餌にするなんて味なことをしてくれるな。俺たちは友軍の援護に回る。逃げ遅れた兵や敵と戦っている兵の救出を行いながら要塞から脱出する。今回ばかりはギリギリまでってのはなしだよ。分かってる。本当に危険な時はフェル教えてくれ。しょうがないな。その時は僕の指示に従ってもらうからね。頼む。気をつけてな。